んで、いやいや今日から 3日間、2日間、あでも、三浦さんの時みたいな歓迎会的なやつはちょっともう、その一家さん しんどい思いで、皆さんお酒好きなんで、はいはいはい、一家さんワインの前でしょ、ね、だから、まあ、しっぽりみたいな感じで、いいですね、はい、ちょっと、はいはい、今日はどこ行くんですか、決めてない、あ今日は別に、なんか知らない店にいきなり入ってみてさ、あんまり逆になんかお世話になってるとこだと渋滞があります、来そうじゃん、みんなどこ行くのか来そうじゃん、みんなさ、みんなさ今日はうちに来てくれんじゃねえかなみたいなさ思ってんじゃない、でもあえてさ、そこまでやっぱり吉見さんとこでいいんじゃない、いや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 、吉見さんところが、吉見さんところは俺もうお前はどう、吉見さんはほら来てくれたらやっぱ嬉しいからさ、そりゃそうだよ、体調の、分かるよ、全然関係ないとこで飲む、全然関係ないとこいきなり来たから時の、そのお店の人とか、あのリアクションね、とかそのギャラリアクションっていうか映画に行こうかなって思わせる、だってあそこは一応みんな知ってる人が来るからね、その吉見さんがそういうことやってるっていうのはさ、まあじゃあ営業を兼ねて新しい新規開拓、それもどこの方がね、意外と意外と全然知らない人もまだいるよね、いますね、いるんだよな、いますいます、ずっと回してる、池さんが回してるって面白いね、池さんは YouTuber になってる、提供するんですよね、これは田口に美しみチャンネルに提供して、渡辺一家チャンネルはやらないと、僕はそれやらないですよ、分かってるですよ、やんないのじゃあ俺がやっていいですか勝手に渡辺一家チャンネルつって難しいな、でも池さんモノマネしてやんなきゃよ、モノマネはしなくていいよ渡辺一家チャンネルって言って、一家さんの同級生たちとずっとね、いやでも面白かったよ、同級生の方々と飲んで、すごかったよ、この間さくらと行って、でポスター貼ってくれたところ回って、最後夜はまた同級生集まって飲むと、で飲む前にこの焼肉屋さんとこの飲み屋さんはちょっと挨拶しなきゃみたいなのさ、一応食べないけど挨拶だけ行くっていうところに行ったら、もうことごとくさくらここうまいんですよって、この焼肉いいんですよって、あもう食ってる、もう全部食べてるどんだけ回ったんだと思って1日3軒ついてる、いやびっくりだったな、そりゃ仲良くもなるよね本当に、最終的にはあの深夜3時ぐらいまでスナックを連れてってもらって、楽しかったよ、で次の日は早く起きれた偉いねっていうラインなるほどね、それで褒められたわけ、いやいや本当楽しい、でもう一回行くたんびにそこのママたちがみんなキャーって寄ってきてくれて、ああすごかったですね、ないないですよ僕本当に、何なんだろうキャーって、何この間三浦さん連れてった時もやっぱりさ、池さんの同級生の方々の、あのはしゃぎっぷりは楽しかったし、はしゃぎっぷり楽しかった、まあ、キャーってないね、飯田のあの中央通り歩いててもさ、三浦さんがさキャーなんだよね、イサジイサジっつって、あ役のね、あすごいね、そうなんですよ、やっぱ時代劇チャンネルがあるからね、いまだに昨日見たってくらいなわけですよね、なるほどなるほど、なんでキャーねんのかな、俺欲しいんですか、キャー欲しいだろう裸で歩いてたらキャーって言われてない俺基本夜は裸なんだけど寝るときはね、あすごいですよ、でも本当にこのたまに引くときありますもん、そのメール来るんですよ、映画の問い合わせに、はいはい、榎本さくらさんに会いたいですとか来るんですよ、ダイレクトだな、どうしたらいいですかって来ますよ、すごい、でなんか飲み会企画してて予約フォーム予約とかでも今日出席者誰ですかって聞いてくるんですけどこれ絶対こいつ榎本がいるかどうか確認しんじゃねえかなとか思っちゃいますからね私いるよって、私はいるよって言いたいんですけど私じゃダメかな